わかりやすく熱っぽい目で見てくれちゃって。この変態、俺をスズメの彼氏にしろっつってんの。スズメに好きになってもらえるように頑張るから。じゃあ一回だけ付き合ってやる。アンジェンテ、幼馴染がド M でツンデレなんですが。ニータスズメ、24歳、会社員、元ヤン。これはひどいな。片付けしてけよ。性に奔放なド M の猫。おはよう。ああ、はよ。眠い、寒い。あのさ、スズメ、昨日、はあ、ちょっとキスマーク全然隠れてないんだけど、いいのそれ。っていうか髪跡。ああ、ああ、見えんけどさすがにまずいか。閉めとこ。俺が同僚だったら見たくないよ。絆創膏買ってくか。昨日さ、またこの間と違う男連れ込んでたでしょ。スズメ声でかいし勘弁してよ。ああ、いいだろ別に。お前んちの母ちゃん一回寝たら起きねえだろうが。そういう問題じゃなくて、そんなんでちゃんと社会人できてんの？信じられない。うるせえな。高校生にそんなこと言われない程度にはこなしてますよ。ああ、射程にしてくれるって約束したのに、ちゃっかり社会人になっちゃうんだもんな。射程とか言って、ももは剣道部主将だろう。何部活入ってんだよ。もう引退したよ。ヤンキーに憧れてたくせに、ずいぶん優等生じゃねえか。青春してんじゃねえよ。それは強くなろうと。てか、モモって呼ぶのやめてって言ってんのに。なんで、いいじゃん、可愛いじゃん。犬みたいでやだ。ずっと犬飼いたいと思ってたんだよな。飼いたいのは小型犬だけど。ひどい。やめ。昔は小さくて可愛かったのに、なんでこんな大きくなってんだよ。よしよし。スズメは小さい方が良かった。ああ、そりゃ年下に身長抜かされんのは悔しいだろ。あんなに小さかったのにもう高校卒業なんてな。年取るはずだわ。俺はヤンキーに憧れてたんじゃなくて。なんてなんでもない。ほらバス来てるよ、急いで。よ、やべ。多分ももは俺のことが好きだ。わかりやすく熱っぽい目で見てくれちゃって。でも好みじゃないし、子供の頃から見てるやつをそういう対象にはちょっとな。そこまで無節操じゃないんだよな俺。ねえねえ、ちょっと聞いてんの？まあ聞いてる聞いてる。もう部屋ではあんましねえから。あんまじゃなくて、そういうのもうやめ。お、今夜体空いてる？お前のこと気になってるってやつがいるんだけど、会う？プライベート覗くなよ。会ってもいいよと。誰かと真面目に恋愛するなんてめんどくさい。
今日のはあんまり良くなかったな。体に後つけんなって言ってんのに。適当なもん使いやがって。やんならちゃんと専用のやつ使えよ。相性が悪ければすぐに切れる関係はとにかく楽だ。お、何してんの？あ、スズメの帰り待ってた。たまにはいいでしょ。この寒い中何やってんだか。そういうのは女の子に言えよ。学生は帰って勉強でもして寝てろ。よしよしよし、帰ろうな。子供扱いしないでってば。犬扱いもやめて。こりゃ八甲に昇格させねえとな。また違う匂いしてる。今朝連絡来た人のとこ行ってきたの。鼻もいいのかよ。本当に犬だな。バカ、スズメにだけだよ。でもやっぱ紹介はダメだわ。ハズレが多すぎてきっつい。モモ、スズメは相手してくれるなら誰でもいいの？は？なんだよ急に。お前今日は朝から感じ悪い。あのさ、スズメは俺がスズメのこと好きなの知ってたでしょ。いや、あー、いや知ってて毎日そんな違う場所にキスマークつけてさ、隠そうともしないし、その上何？いた。こんな手首に跡とかつけられて喜んでんの？この変態！な、不覚にも気持ちよくなってしまった。いや、それはその。信じらんない。無神経すぎ。はあ？別にお前と付き合ってるわけじゃないんだから関係ねえだろ。なんでお前に神経使わなきゃいけねえんだ。お前は俺の何なんだよ。彼氏のつもりか、母ちゃんか。そうだよ、彼氏でも母ちゃんでも何でもないよ。俺なんかどうせスズメにとってはただの口うるさい近所の子供なんだろうけどさ、俺はずっとスズメのこと好きで、だから俺をスズメの彼氏にしろっつってんの。あ、はあ、何それ告白してんの。説教しながら告白ってしろって上からだし、ないんですけど。しかも変態とか罵った口で好きとかよく言う。茶化さないでよ。ねえ、俺いい男になったでしょ。子供じゃ相手にしてくれないと思って18になるまで待ったんだよ。卒業したら言おうと思ってたのに、スズメは無神経に男連れ込むし、いつ誰と付き合うかも分かんないし、俺気が気じゃなくて。はあ、なんだよもう。こんなダサい告白とかするつもりじゃなかったのに。も、俺スズメの好みじゃない。どんな男が好みなの？俺何でもするよ。スズメに好きになってもらえるように頑張るから。ああ、やっぱり恋愛なんてめんどくさい。18なんてまだガキだろ。悪いけどガキに興味ないから。
誰かのことでいっぱいになるなんて苦しいことばかりだ。俺は子供の頃からずっとスズメだけ見てきたよ。嘘つけ。お前彼女いたじゃねえか。知ってんぞ。そうだよ。いろんなこと付き合って何回も諦めようとしたけどダメだった。剣道だってスズメが男っぽい人が好きなんだって知って始めて、毎日筋トレして牛乳飲んで背だってやっと追い抜いたのに。ずっと子供扱いされてたまんないよ。スズメが誰かと一緒にいるのを見ると嫉妬でおかしくなりそうだった。帰りが遅い日の翌日は体にいろんな跡つけていつも違う匂いさせて帰ってきて、そんなのもうさ。そんな捨て犬みたいな顔で見るなよ。掴まれた腕はなんでか手首の傷よりも痛むし、いつもみたいにおどけて振りほどけばいいだけなのに、拘束されてるみたいに全身が動かない。ああもうめんどくさい。いいよ、じゃあ一回だけ付き合ってやる。え、俺に好きって言わせてみろよ。これだから恋は。せーの、アンジェンテ。アンジェンテは好きが見つかる新しい BL ボイスコミックチャンネルです。この動画を好きと思ったらチャンネル登録高評価ボタンをお願いします。幼なじみがド M でツンデレなんですがは全国の書店電子ストアで大好評発売中。動画にはないシーンやセリフもありますので、ぜひそちらもチェックしてください。好きなものを好きなだけ、今日がちょっといい日になる、そんな時間をあなたにお届けしていきます。アンジェンテの応援よろしくお願いします。